勝手にフィールドスタッフ極みということで、オープニングを取り忘れ、今夕間詰めをしております。最近ちょっとねふざけすぎているということで、真面目に釣りをしようということで、フィールドスタッフの真面目バージョン、プロポヨバージョン極みをやっていきたいと思います。フィールドは恩賀川、前日の大雨でまあ結構ね釣れるんじゃないかなと思って来てみたんですけど、大雨のせいで6度も水温が下がり、そして水の色も凄まじいことになっているということで、実は苦戦しておりますけど、今その忘れていたオープニングをこの夕間詰めで撮っているということは、まあそういうことなんですね。では今から私は夕間詰めを頑張りますが、皆さんは今から私の朝間詰めをぜひご覧ください。どうぞ。朝一ダイビングフロッグから投げていきたいと思います。水温は26度ぐらいで、オープニングでも言っていた通り6度ぐらい下がってますね。雨の影響でかなり増水してるので、フロッグを使って普段はないカバーを狙っていきたいと思います。増水の影響でカバーも増えて、まあそこに逃げ込んでるバスもいるんじゃないかなっていう理由もあるんですけど、まあちょっとフロッグで出したらかっこいいなという、そんな下心バリバリの気持ちで投げていきます。もう草の中にねぶち込むぜぐらいの勢いでキワキワに投げていきます。ドライブシャフトを 4.5 に変えます。カバー周りもちょっと狙っていきます。フロッグで全く反応がなかったので、次はこれでカバープラスその周りも攻めてみます。さっきはねフロッグでトップだったんですけど、次は水面直下ぐらいを巻いていきたいと思います。ここでね一旦フィールドスタッフ極みとは何ぞやということを説明したいと思うんですけど、いつもの私の動画は釣りと全く関係ない話したりして、本当クソみたいな話しかしてないと思うんですけど、このフィールドスタッフ極みの企画では、なんで今このワームを投げているのかとか、ちょっと私のど素人ながらの理由を説明しながら結構真面目に動画を作ろうという感じの企画になってます。ドライブシャットでも全然反応なかったので、次はカバー打ちをしていきたいと思います。正直今日は雨の影響でカバーで結構魚が出るんじゃないかなと踏んでたので、朝間詰めのうちはカバーを重点的に攻めていきたいと思います。ちょっとここでね皆さんの疑問に答えていきたいんですけど、なんで今日アフレコ形式なんやって思われた方がいるでしょう。そう、それはなぜかというと、ポンが連休の日に3日か4日くらい一緒に TMFR に泊まってたんですよね。そしたら夏風邪ひきまして、それコロナではなかったんですけど、普通の夏風邪をひいてしまって、今回の動画はその病み上がりなので、あんまりちょっと喋ったりしてなくてですね、解説はアフレコ形式という形を取りました。9時半です。朝一が終わりました。増水して濁りもあるし、
まあカバー一択かなって思ってたんですけど、やっぱりそこは甘くはないですね。さすが音楽側、全然何も反応がないので、まあお昼からは、まあ、違う釣りもしつつ、まあ、カバーにも目を向けつつやっていこうと思います。中流域まで下ってきて、昨日の雨でこういうテトラの中に逃げている魚もいるかなと思ったので、ちょっとこのテトラ打ちやっていきます。水もね、あのさっきの上流らへんよりこっちの方がまだいい。水温は上もこの辺もあんまり変わりません。ということで、カバーから完全に期待を裏切られたのでテトラ打ちをやっていきます。まあテトラってなんかこう守られてる感すごいじゃないですか。私が魚やったら、なんかあったらテトラに逃げ込むなーって、なんとなくそこの信頼度が高いんで、ちょっとテトラ打ちやっていきます。本流がちょっと全然何もないので、また支流に来て支流やっていきたいと思います。で結構水も汚いので、シルエットがはっきりしているこのドライブクローの4インチ投げていきます。けど、せーの、はい、どう。今日はあの朝から言ってた通り、もう私は今日カバー打ち一択かなって思ってたので、カバー打ち専用のタックル2個持ってきてたんですけど、で1個はこのあんまり水深ないとことか、カバーもそんなに濃くないとこに打つ用のライトテキサスカバー打ちで、もう1個がこっちの対照的な水深があるとことか、カバーが濃いとこにこうズドンと落とす用のこうジカリグ、 10g のジカリグなんですけど、今釣れたとこが、まあ、割と水深があって、カバーも見ていただいたら分かるように濃い濃いですよね、カバーが。なのでこうズドンと落としたかったんで、まあ、こちらのこう使ってカバーにこうパッと落としたら食ってきました。今までずっとこう本流をやってたんですけど、ちょっと何やっても無反応だったので、ここがちょっとした支流なんですけど、支流に入って、まあ、昨日の雨にちょっとやられて、まあ、逃げてきてる魚がいないかなと思って来てみたら、割とすぐね釣れました。まあ、15分ぐらいやったかな。これちなみにテキサスのバレットシンカーをこうフリーリグに変えるだけで、こうパッと自作のジカリグになるのでおすすめです。今釣れたところがカバーに杭が絡んでるところだったので、今からまた本流に戻って杭とかちょっと縦ストを意識して釣りやりたいと思います。やっぱり急に増水したので、まあ、魚も
そういうところを意識しているのかもしれないですね。時間になったので帰ります。今日の企画は勝手にフィールドスタッフ極みだったんですけど、まあ、40もないくらいのバスが1匹だったので、プロスタッフというよりはただの OSP 好きの一般人になってしまいました。いつかまたリベンジしたいと思います。終わり。